重瞳とは、一つの眼球に二つの動向がある目の症例。重瞳の瞳。茶目の中に黒い動向が二つ見える。医学的には、多動向症といい、動向が二つ以上になる症例も存在する。原因は、先天的である場合と、事故など、物理的衝撃を受けて、交際理断が著しく悪化した後天的である場合とがある。交際理断では、 物が二重に見えるという症状を予定するため、外科的手術が必要となる。明らかな理想であるが、特に古代の中国においては、鬼人の身体的特徴として表現されることが多い。艦跡が多く入ってきた日本でも、これを受けて、歴史上の有名人物を重い瞳だったとする流説があり、後世のフィクションなどで、段の裏よる合戦期で、源義経が、広田露伴の、 ガモウジサトで、豊臣秀吉が、重瞳だったという設定となっている。軍記物の例では、赤八州古仙六牧さんにおいて、日立国久下田城城主の区げた半領祭の左目が、重瞳であり、金骨の層として記述されている。古代中国の王には、重瞳に限り、このため、これらは後世における王の権威づけだったのではないかと、言われている。 中国の文学者であり、歴史家でもある、角松尺は、幸運の自殺という歴史短編で、重瞳とは、やぶにらみのことであろうと言っている。作家の海音寺長五郎は、徳川光圀、唯小説などについても重瞳であったという説を紹介した上、瞳が重なっている目がある道理はない。おそらく黒目が黄身を帯びた薄い茶色であるために、中心にある帽子が、 くっきりと際立ち、あたかも瞳が重なっている感じに見える目を言うので、あろうと論じている。中国市場に記載された、重瞳を持つ人物、h t t p w w w a o z o r a g r j p c a r z e 0 0 0 5 1 f i l e s 2 7 0 9 2 3 5 5 9 h t m l 青空文庫、ガモウジサト。 平岡武雄役、歴史商品、岩波書店、岩波文庫赤26からり、1981年、ISBN40 億320万2627、役中の P165、作中の描写では内写詞らしく見える。中国英血伝常文芸春秋、文春文庫、ISBN41 億6713万5124、英雄総登場。 大光、る、論功第十一骨葬編。葬決は四目にして、皇帝の、文なり、長妃古宴、歴代名書、期。屍猫、春の、両帽子、これへ瞳、という、新衣服、人数、役中、分身潮流の流教による戦とされる。四季幸雨本に、我れこれを聞く修正曰く、春の目の毛出し同士を思うぬと、また聞く幸雨も、またた投稿を思うぬと。 ブッソレ代、通祭巻七、府県に仕えて官は大位に至る。身に光を生じたけ八尺四寸。目には、重い瞳あり。大を見て、これをこととす。あげられてもって、将となる。兵七万を率いて、西に進むす。下すものは四十四国、十六国春十別本巻、十。両書巻十三ブッソレ代、通祭巻九、薬人は九分。 周東洋の人。左目は、重瞳。腰には、紫しあり。陸亀も、笹ぐは重ね火放室と門身より人。重ね火の質を抱き門を盛りして、人を寄せられるに捧ぐわす。ただ、鎮薬へ瞳の健やかなるおいさば、絵花の枝に満たざるを恐れず。随所巻六十四、友らの、愛氷人に異なり、目に、重瞳あり、影に、帝の忌むところとなる。 新五大島七十二、五冠の皇祖の道母帝、竜明、竜隆、が、目は同志を思わぬと乗せる。新五大島木十三、皇王とも務む、目には同志を重ね、かつて密かにじ。新五大島六十二に、リークが、一目同志を思わぬと乗せる。七、おさむ牧巻八、名玉鎮、随州の人、竹八尺、重瞳、旧兵の首なり。 ありがとうございます。